おはようございます。あ、今日火3月です。今10時21分なんですけど、10時12分だね。3月1日です。今日はね、すっごい早起きして、7時半くらいに起きたかな。ちょっとね、寝れなくてっていうか、起きちゃってっていうのかな。はい、今ちょっとゆっくりしてたんだけど、お腹すいたんでご飯食べようと思います。で、アリゾナから帰ってきて、まだ買い物に行ってないんだけど、この間行ったのが結構残って、この間行った時のが結構残っててるんだけど、この間ほら、あれ買ったじゃん、サンドイッチ。で、まだ残ってるので、あれ、サンドイッチ買ったの言ったよね。言ってなかったわな。言ってないかも。あ、ビロが撮ってない日にサンドイッチ買いに行って、で、ベトナムのね、パンミってサンドイッチなんだけど、それがまだ残ってるので、それを食べたいと思います。ちょっとその前にいつものフレンチバニラコーヒーを入れたいと思います。そう、この間アキホーム行った時にちょっと買ったものがあったんだけど、見せてなかったので、2つだけなんですけど、20% オフになっててね、クリアランスのがかな、わかんないけど、そう、安くなってたので、この金色ゴールドの、ペンケースっていうのかな、筆立てで、これはメイクの筆立てるのにも使えるし、普通にペン立てにも使えるからいいかなと思って買いました。これはね、元値が$3.99とかだったかな。それで、あ、そう、40% とかだったかな、 30% か 40% オフだったかな、ちょっとあんま覚えてないんだけど、でちょっと安くなってたので、はい、買いました。で、もう一個はもう超でかいんだけど、これも同じシリーズのボックスっていうのかな、こういうの、なんていうの、同じシリーズのこういうやつなんていうんだよ、こういうの、ボックスじゃないよね、だって網やみだからね。まあでも、この四角いのを買いました。で、これは元値が$7.99ぐらいだったかな。これもちょっとなんか使い道は今のところまだなんかこれっていうのは考えてないんだけど、可愛いなと思って安かったし買ってみました。はい、なんで、まあこれをね、使うのはいつになるかわかんないんだけど、まあちょっと何も考えてないので、はい、この2つちょっと見せてなかったので、この間の購入品です。はい、ということで、またごめんなさい、時間が、最近ちょっとにお昼を食べてからちょっといろいろしてると、なんかなかなか時間がなくて、ビログ撮ってなくて、今5時52分なんですけど、もうすぐ多分先生帰ってくるので、今日もご飯作ろうと思うんですけど、野菜がいっぱいあるのね、すっごい、だから本当はサラダにしようかなと思ったんだけど、卵もあと5個ぐらい残ってていつ買ったっけ、木曜だか金曜だか買いに行ったっけ、違うな、嘘、金曜はもう向こうだったから、多分先週末ぐらいに買ってるから、週の中ぐらいか、だからまあ卵ちょっと食べちゃわないとなと思って、オムレースにしたいと思います。なんで、肉がないんだけど、チキンとかピーマン半かけらあるし、玉ねぎもあるので、野菜中心のオムライスにしようと思います。時間が8時半くらいなんですけど、
ちょっとうちにトイレットペーパーがまたなくなりそうなので、買いに行ってきまして、ついでにバターとかちょっとないので、まあ、お肉も買えたら買おうかなと思います。この間コメントでいただいた薄いオレオありました。結構2ドル99だからちょっと買ってみます。このミント味、他には普通のオリジナルとバニラ、バニラちょっと気になるんだけど、ちょっとミントにしたいと思います。はい、お家帰ってきました。先生は今まだお腹が空いてるみたいで、トレーダージョーズで買ったナン食べてます。このディップと一緒に。で、さっき買ったオレオは今日はちょっと食べないので、また明日ちょっと試してみたいと思います。はい、ということで今日のビログはこの辺で終わりたいと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバーイ。